大室山の大ジャーナ。大室山は池の里を見守るように美しい姿で高くそびえ立っています。2月、山を埋め尽くすすす,すきが雪化粧。3月、すすきに積もった雪がすっかり溶けると山焼きが始まります。天出に松明を持ち、山裾に一斉に火をつけます。 木はあっという間に山を焼き尽くし、真っ黒い山が現れます。山は一雨ごとに緑を増し、草は牛や馬の餌になります。秋、すすきの穂が出揃い、冬、呼び名がススキからカヤに変わる頃、カヤは刈り取って川吹屋根に使われました。大室山は、 池の里の人たちにとってまさに宝の山でした池の里に旧作という若者がいました夕暮れ時山仕事を終え大室山の麓の小さな森のそばを通りましたなぜか胸騒ぎした旧作が森の方を見ると一番太いイの木のうろの中にギラギラ光るものを見つけました 恐る恐る手に取るとそれは両手に余るほどの大きさで鯉の鱗そっくりに見えましたひょっとしたらこいつはとんでもない宝物かもしれないぞそう考えた久作は宝物を大事に懐にしまい坂道を池の里に向かって一気に駆け下りました久作が家に戻ると突然 ブォーという不気味な音がしました。旧作は慌てて庭先の柿の木にしがみつきました。間を置かず生暖かい風が吹き柿の木が大きく揺れました。やがて音が止むと近所の人たちが一斉に外へ飛び出してきました。旧作よ、ありゃなんだ。隣の家の梅ばあさんが 大村山の噴火口あたりを指さしましたそこには満月に向かって体をくねらせる大蛇が大蛇は一気に山を滑り降りシイの森の中に消えてしまいました旧作は何気なく懐に手を入れました「ないもしかしたらあれは大蛇の鱗。旧作の体がガタガタ震え出しました それから10日ばかり過ぎた夕暮れ時、畑の道を梅ばあさんが大声で駆け回っていました。旧作がよー神隠しにあったぞーその声を聞きつけて、たちまち人だかりができました。梅ばあさんによると、旧作は5日前、薄暗いうちに家を出たまま戻ってこないというのです。 里の人たちは手分けして旧作を探しました。旧作よーどこに隠れてるだー姿を見せろーでも旧作は見つかりませんでした。そればかりでなく池の里からは犬や猫そして牛や馬までが誰も知らぬ間に姿を消してしまいました。 今から800年ほど前、兼任3年、秋も深まった頃のことです。鎌倉二代将軍、源頼家が、大村山の辺りで狩りをしようと、大勢の家来を引き連れてやってきました。狩屋が建てられ、狩りの準備が整いました。洞貝が,が吹かれ、鐘と太鼓の威勢よい音を合図に、大勢の瀬古が、おーい ほーいと、大声で獲物を追い立てます。日が西に傾く頃、狩りを終えた家来たちが続々と戻ってきました。先頭は、より家の一の家来、和田平太種長です。瀬古たち四人がかりで担いだ大猪の獅が、かがり火のそばにどさっと投げ出されます。 肉の焼ける匂いが漂い、あちこちから高らかな笑い声が起こります。やがて酔いつぶれた家来たちが高い,いびきをかけ始めると、遠巻きにしていた瀬古たちがだんだん輪を縮め、刈屋の前まで進みました。刈屋の中では、より家と平太が逆きを交わしていました。代表の一人が深く頭を下げたまま、恐る恐る 大蛇退治を願い出ました <laughs> この男はな酒が強いだけではない大蛇退治など一人でできようぞより家の言葉に瀬子たちは一斉に顔を上げ兵太の顔を見つめました頼りになる顔ですたちまち土曜きが沸き起こりました あくる日身の濃く、平太は松明を手に森の中へ入っていきました目の前に広がる縦穴その底は闇の中に沈んでいました平太は息を整え発見ばかりの急な坂を一気に駆け下りました里の者の,の話だとこの穴は駿河の国の富士山まで続いているというが。 平太は松明をかざし闇を透かしてみました。すると大きな横穴がありました。平太は一歩一歩踏みしめるように穴の中に入っていきました。どれだけ歩いた時でしょうか。平太はボコボコと水の湧き出す音を耳にしました。急ぎ足で水音に近寄ると突然 すさまじい音がして、水柱が高く上がりました。水柱の向こうには、踊り狂う大蛇が。平太は水柱を飛び越え、大蛇に切りつけました。切っ先を交わした大蛇は、平太の真上から襲いかかってきます。素早く身を交わす平太。大蛇は間を置かず、たくましいようで叩きのめそうとします。戦いは、 果てしなく続きます。これが最後と思い全身の力を振り絞って突き上げた平太の太刀が大蛇の首を突き抜けました。ギャオー大蛇は地響きを立てて崩れ落ちました。平太は大蛇の左の目玉をえぐり取ると左の袖を引きちぎり目玉をくるんで腰に結びつけました。 帰り自宅が整うと、元来た道を引き返しました。やっと穴の外に入い出した平太を家来たちが見つけ、頼家の前まで連れて行きました。お水じゃ、そして腹ごしらいじゃ。頼家は家来に命じました。平太は手桶の水を一気に飲み干し、食べ物を次々に口に押し込みました。 やっと元気を取り戻した平太は、大蛇の大目玉を手のひらに乗せました。証拠の品は、ここに頼家は息を呑み、じっと黙ったまま。うーん、あっぱれじゃ頼家のその一言を待っていたように、突然暗闇から瀬古たちの鳴らす笛や太鼓の音が響き、里の人たちが、 踊りながら平太に向かって突き進んできます。平太はどっしり座り込んでいました。大室山の向こうに満月が上がりました。笛や太鼓が鳴りやみ、踊りの手が止まりました。梅ばあさんは大室山を振り仰いだとき、はっきり見たのです。噴火口あたりでにっこり笑っている 旧作のとてつもなくでっかい顔。旧作よー安心せー。大蛇はな退治されたぞ。でも残念だったな。もう少し早く退治することができたらな、なおめえのわっけ。命むさむさ落とさずに済んだもの。 叫び続ける梅ばあさんの目から涙が溢れました。大蛇が住んでいたというこの穴は誰言うともなく大室山の大蛇穴と呼ばれるようになりました。全体は縦穴で直径20メートル、深さは15メートルぐらいです。